枠番通りの進入です。動きはありません。高枠番1号艇の池田がインコースへ、外2コース、3コースには2号艇久保田美希、3号艇の高畑式と枠番通りに加わるところ、ダッシュ勢は3艇下げています。引っ張って4コースの角1に4号艇の増瀬ひろみが、5コース5号艇清水さくら、6コース6号艇吉田亜美、スロー3艇ダッシュ3艇、進入スタイルは3対32つに分かれています。シリーズ4日目のオープニング第1レース一般競争、インコースから1番2番3番4番5番6番です。1レーススタートしました。6艇が横に揃ってあまり差のないスタート。インコースから1号艇池田が先に行く、2コース差しの構え、2号艇桑田外を回すな、3号艇高畑幕に差しから5号艇清水桜バックへ入った。先頭争い1号艇5号艇接戦も、アウトから安定し先行し微妙に締めて1号艇池田が先頭、ヘッサキを乗せておりまして5号艇清水食い込んでますが、1周リマークの旋回スタートは正常、結局内側から先に回るは5号艇清水桜、1号艇池田が刺す、おーっと危ない、危ない、後方2艇が絡んでしまいました。現在4艇が2周目に入るところです。お知らせいたします。3号艇の高畑妨害のため失格です。さらに1号艇の池田博美は転覆のため失格です。2周にマークの旋回からホームスレッチへ、5号艇の清水が先頭です。2番手は4号艇の松瀬、3番手が6号艇の吉田、上位体制546、ラストターンマークの旋回からホームスレッチへクリアするところ、5号艇の清水が先頭です。2番手4号艇マッセ、3番手6号艇吉田。第1レースの一般競争は間もなくゴールです。先頭5番清水降臨、2着4番マッセ、6番の吉田降臨、4番手これ最後方です、2号艇の久保田降臨です。